チャールズ・ H ・ムーアは、プログラミング言語フォースの設計、開発者。愛称として、チャック・ムーアとも呼ばれる。1968年、カーペット製造会社のプログラマであったムーアは、当時使用していた IBM 1130で、フォースの元となった最初のプログラムを走らせた。1970年、次の転職先である、国立電波天問題で、 現在のホースの基本的なスタイルを確立し、電波望遠鏡の制御に使用した。1971年、エリザベス・ラザーと共にホース、インクを創業。最初のホースを使ったソリューションを提供する会社であり、今も継続している。1970年代、ホースを数十のアーキテクチャに移植した。1980年代になると、CPU 設計に興味を移し、 いくつかのスタックマシン型マイクロプロセッサを開発し、その過程でマイクロプロセッサ関連の特許をいくつか取得した、低消費電力で高性能な設計を特徴としている。フォースアーキテクチャの代替も研究し、自身の設計したチップの機械後に近いクマフォースやマシンフォースを考案している。これらを発展させ、1996年に IBM PC 上のカラーフォースが生まれた。1983年、ナバックスインクを創業し、NC4000 プロセッサを開発。その設計を、ハリスコーポレーションにライセンス供与し、同社が放射線耐性を強化したプロセッサー RTX2000 として販売し、NASA の様々なミッションで使われた。1985年、 自身のコンサルティング会社コンピューターカウボーイズでシュブーンというプロセッサーを開発。従来のカナダドルソフトウェアの制約に対処した独自のベルシー用カナダドルシステムオカットの開発を1990年から開始。それを使ってマルチコアの最小命令セットコンピュータチップを開発した。1995年初期のインターネットアプライアンス企業の一つ。 ビーフコープを創業。そこで新たなカスタムチップ i21 を設計した。フォースの方言の一つであるカラーフォースは、上述のカナダドルシステムをカットのスクリプト言語として開発された。2001年、オカット全体をカラーフォースで書き直し、それを使って C18 というプロセッサーを設計した。2005年、ムーアの設計したチップを製造販売する。 インテルイシスを共同で創業し CTO に就任。c マイナス二2 4マルチコアプロセッサなどを製品化した。2009年グリーンレイズインクを共同創業して CTO に就任。ガヨンヤが144といったチップを製品化している。ありがとうございます。